とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロラジオをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ベタ足の怒りビルドをやってほしいということですね。ありがとうございます。実際、タワー以外では、ベタ足の怒り使ったことがほとんどありません。で、装備ですけども、これでいきます。怒り、ウィザー、ハープクロス。で、アーティファクトは、パワーシェイカー、ドラ、キノコ。これですね。はい。では、行ってみましょう。それでは、行きますね。ちょっとデイリーの美味しいところが全然なかったんで、ここに来ました。あ、なるほどね。まあ、こんなもんでしょう。でもこのパワーシェイカーがやっぱいい感じだね。パワーシェイカーいい感じ。結構怒りってアーティファクト悩むんですよね。結構悩む。でキノコは絶対必要だし、ボス戦だったらばドラも入れたい。でパワーシェイカーも捨てがたいっていうことなんだけども、まあ、羽がない分そこはちょっと自由が利くよね。うん、わあ、うん、パワーシェイカー強い。パワーシェイカー強えな。これはいけると思うよ。うん。敵がね、ブワーっていっぱい出てきたとしても、パワーシェイカーあれば、これ何とでもなりそうなんで、こりゃ余裕だね。まあ、問題は、どんな変更点がつくのか。それ次第。変なのがついたらちょっとやばいかもしれないね。中に入りましたー。さあキャプテンは何体いるんでしょうか。できれば多めだったら嬉しい。よし、いやまだいないな。結構入り口近くに2、3体いることもあるんだけどね。今回ちょっと悪いぞ。いやいないわ。できれば6体。あ、トゲだ。あぶねえ。このトゲが来た時が絶対やられるから注意ね。トゲは注意で。キャプテンいる。どこだ。ちょっと待って、これえぐいえぐいえぐい。ちょっと待て。あ、なんかあれか、今のエンチャントあれだな。あぶね、トゲがついてた。あぶね、トゲ大変じゃん。よし、あぶね。で、キャプテンどこ？あ、いたいた。危ないって。でも倒せる、全然いける。よっしゃー。そのロイヤルガードやだな。あ、なに？クリーパーと、あ、エンチャンターが大変持ってる。あ、なるほどね、そういうことか。やめろ。よし。お、神秘3つ。なんだ、プレイヤーダメージ 40% 減少。最後の最後結構きついの来た。よし。このね、攻撃力が下がるっていうのがなかなか厳しい。うん。あ、ああ、エンチャンターが、ああ、大電持ってるんじゃなくて、敵が大電を持ってるのね。ああ、じゃあ大電クエストだ、これ。大電クエストになっちゃったってことだ。オッケー。となると結構 HP には余裕を持たせとかないとまずいよ。ちょい。うわ、なんかいるぞ、結構いるぞ。 OK、 よし。下にも多分まだいるね。おっしゃ、あと2体なんとか全部いてくれ。いいね。うわ、すげえ。それ広い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 。まず取らせてくれ。いるね、ナイス。あ、ドラがしょっちゅう使えないっていうのは結構きつい。よし、全部取りました。脅威さんのプレイヤーダメージが 40% 減少で、 25% がクリーパーに変わってエンチャント大連を持ってるですね。オッケー、行きましょう。そろ
そろボスかな。多分ボスにそろそろ到着すると思う。これえぐい、えぐいえぐい。よし、あ、やばい、固まっちゃダメだってば。でもパワーシェイカーが本当に強い。パワーシェイカーすっごいいい感じ。いけい、いいね。でこのね、パワーシェイカーとキノコとドラで、うまいことキャンセルを入れていければもっといいね。よし、いい感じ。では、ボス行ってみましょうか。多分余裕で勝てるとは思います。デスバーターが発動してないっていうのがちょっと痛いな。まあいいか、とりあえず痛みは最大まで溜まってるので、こいつはドラ入れて叩けば倒せるでしょう。いけるっしょ。はい、オッケー。でもう、あー、まあいいや、いけるいけるいける。ドラー、よし、オッケー。はい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 、こうやって普通に倒すのも久しぶりだね。オッケー。どこいるどこいる。え、レーザー来るよ。やばい、やっべ、戦いに行く。あぶれ、ちょっと待って、レーザー来るぞ。分かってる。あ、でも倒した。やばいやばいやばい、やられるなよ。はい、ということで今日はコメントありがとうございます。本当に久しぶりにベタ足の怒りビルドやってみました。タワー以外ではなかなかしないですね。でもアーティファクトを選べるっていうのは結構いいですね。うん、まあ、キノコは絶対だとして、ドラとパワーシェイカー、この相性が良かった。まあ、もしくはドラを、エリクサーのカバンかに変えても良さそうかな。うん、パワーシェイカーは絶対いった。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。